はい、心理学の学習支援、研究支援、そして社会実装をしております合同会社セカンダリーの長内と申します。DX 対策の用語解説、今回はカジュアル医療品店ワークマンプラスですけれども、まあ、ワークマン女子なんていう言葉もありますし、作業着の専門店というイメージはなくなってきていますよね。ワークマンは全社員一人一人が自分でデータを仮説検証するような企業風土を目指しているようです。しかも高度な AI などは使用せずに、それぞれの現場に合わせた分析ツールを Excel で作れるようにし、全社員が分析されたデータを活用できる状態を目標としているようです。また、ワークマンはその在庫管理も DX の事例として紹介されることがあります。何でもリアルの全店舗と EC サイト、つまりデジタルの在庫を統合しているようなんですよね。仮想倉庫形成などと呼ばれているようなのですが、それによって欠品リスクが最小化され、供給力は格段に上がっているようです。確かに EC がせっかくあっても、在庫管理がその EC の中で閉じていると、消費者にとってはただのオフラインの1店舗と同じになってしまうんですよね。DX の他にもビジネストレンドに関する動画コンテンツを公開しています。動画説明欄に URL、ぜひチェックしてみてください。